はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイプロワールド、国際プロレス編ですね、やっていこうと思います。1980年11月、デビリッシュファイトシリーズ。これが今回5回目になりますね。でもちょっとなかなかカードが固まってきて、シーズン内でも新しいカードがなくなってきて、同じカードの繰り返しになってるんで、ちょっと日程的にはその分、進めるんじゃないかなと思っております。ぜひ、見てください。今回も、Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメント、ぜひお願いいたします。Please my Twitter アカウントフォロー and チャットコメント please。そして YouTube にこの動画のアーカイブ2日後に流します。2日後ですので11日の21時頃から、プレミア公開でアップロード予定です。ぜひチャンネル来てください。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。My YouTube チャンネルThis live archive up two days after my YouTube チャンネルサブスクライブド and good button please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、ポストのリポスト、いいねもお願いします。TwitterX、アカウントビジット and フォロープリーズ。 My X ポスト、リポスト and グッドボタンプリーズ。それでは始めていきましょう。この、画面に映っている通り1980年11月18日、鹿児島県鹿屋市大会ですね。3、3、菅寸也、VS 高杉正彦。菅が勝利してますね、シーズでは。こちらをやっていきたいと思います。では ループチェックオフいきましょう。白文字とな、今日は短めになるかもしれません。なので明日競輪の立川記念があるので、そちらの予想もできるかもしれません。あ、こんばんは、トヨタケニートヨタさん、
ありがとうございます、ご訪問いただきまして。プロレスゲームファイプロをやっております。5分経過。白いタイツがカンスンヤ。カンスンヤ 2.9。 鉢巻きを巻いているのが高杉正彦となります。 N1 ビクトリーですか。 N1 ビクトリーもう終わりましたよね。終わりましたよね。ね、今年は。カウント2。流血してる。え、どっちが流血してる？か、缶の方が流血してる。白いタイツの。え？スパータック？ノアの選手はやっぱりね、今メキシコの選手がすごい面白いですね。ということで、あっとどうだ、 2.9 起きて炙り、あっとバックブリーか。そうですね、来年どうなるかとか、ネックブリーカー発動最低も終わっちゃったんでね。別に、あ、そう、トーナ、今 N1 ビクトリーはリーグ戦ですけど、別にトーナメントも確かあったと思う。今チャンピオンが誰だっけ、あれはナショナルだから興味あるじゃないし。さあどうだ、カウント2。ノアのタイトルホルダーって誰だっけ。おっと逆さ抑え込み 2.9。今のタイトルは抑え込んだ。あ、ジェイク・リーだ。ジェイク・リー大きくていい選手ですよね。このジェイク・リーを多分塩崎が挑戦するんだろうな。何回防衛してたっけ、ジェイク・リー。
え、終わった。ジェイク・リー本当にいい選手だと思います。で、ナショナルがブラジルのイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア、あの新日上がってたドクトル・ワグナー・ジュニアの息子ですね。これもいい選手だし、なかなかタッパーあるんだな。しかも91年度生まれか、若いな。いい選手ですね、どっちも。正直まだこの2人に防衛してもらいたいなって気持ちは強いですね。ちょっと KO がな、なんか結局負けちゃうやんっていうところでちょっと不満ですね。いろいろ言ってるけど、いつも負けちゃいますからね。ちょっとこの辺はそう良くないなと思うわ。はっきり言って喋ってることと結果が一致してないからな。それは正直良くないと思う。剣王はジェイク・リーいいですよね。ジェイク・リーもしばらくエースでいいと思います。で、清宮がなんかちょっとなんか違う方向行っちゃってるよなっていうか、新日に目向きすぎてる感があるからどうなんかなって思うから、ジェイク・リーから誰奪うかって言ったら難しいよな。もう船木ぐらいしかいないんじゃないの、説得力あるっていう人だったね。塩崎がまあ取ってしばらくやって誰かに渡してかな。まあジェイク勝ってほしいけどね、塩崎だったら。まあ行きましょう。手合師対アレックス・スミオフのシングルマッチです。192センチあるんだよな、ジェイク・リー。すごいいいよね。それか誰か来るとかの方が面白いのかな。あと、ジュニアヘビーがのタッグチームが分からないとか、タッグチームは外国人か。この辺はもしかするとそろそろベルト変わるかもしれないな。なんかブルーザーブロディーニナがいいよね。203センチすごいな、サクソンハックリーは。ティモシーシャッチャーも190センチ超えなんだから、こういう大きい日本人がいるといいんだけどな。清宮や塩崎でも足りないよな。稲村は海外にしちゃったっけ。稲村はタッパーそんなにないんだよな。横はあるけどな。あと天草がなんかあったんだっけ、怪我しちゃったんだっけ天草って。まあジュニアは日本人いるけどな、ヒミが本当に少ない。それはもうだんだん良くなってきてる気はするけどな。いや、美濃町なんだ。うち行った。大和田くんって何センチだ ?178 だから、ちょっとタッパ足りないよな。
篠崎って何センチ？ 183 か。まあそこまで目立つような身長ではないよな。そのあと当分はやっぱりジェイク・リーに注目が集まるわけか。カート2、小沢も181センチあるんだよな。清宮が180センチか、低いよな、ヘビー級としては。正直日本人はどこも飛び抜けた選手がいないよな。スリーカウント。ちょっとこのゲームの寺西は強いな。ということでグランドコブラあっさり決着つきましたね。さあ続いて、北九州の小倉に向かっていきます。マハ・ハヤトとツー・ミゴロ。20分でいいや。では行きましょう、マッハ・ハヤト対ツー・ミゴロのシングルマッチです。さて、お、スリーパーです。サイドスリーパー。おっと、そしてレッグロック、エルボーレッグロック、カバーに行きます。カウント1、ドロップキック、串刺し式のドロップキックです。さあこれはロメロスペシャル。
カバーに行きます。そしてお鎌固めですね。いいんじゃないでしょうか。技を見せつける。おっとデスバレーボーム。そしてあ高速バックロープだ。カバーに行きます。さあ返せるか。スリーカウント、あっさり入ってしまいました。シーツ通り鶴見がマッハ隼人を破りましたね。シーツ通りだっけ。そうですね、鶴見勝利ですね。さあ次が寺西と、カルロスプラタ。飛んだり跳ねたりできるのが得意な者同士の戦いとなります。30分かな。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では始めていきましょう。寺石勇対カルロスプラタのシングルマッチです。お、おサイドから 2.9。
さあ、仮設攻撃。ドープキック。ヘッドバット。お、丸め込んだ。ここは冷静に待ちます、展開を。丸め込んだがカウントワン。いいですね、いい選手じゃないですか。おお、揺さぶりをかけます。キック、そして三角締め。これは好勝負。丸め込んだ。カウント2。そしてこれは永田ロック3です。さあ首4の字だが、カバーに行きます。カウント1、まだ手ないし余裕ありますね。シーツではプラタが勝っておりますが、これ手返しの方は勝ちそうだな。お、下からスルーして当たって、ジャーマン狙いに行きましたね。再び首4の字。フライングメイヤーからヘッドロック、グランドヘッドロックに移行です。お、おっと、なんだこれ。ジャベですね。クリティカルが出ました。いや、驚きました。ゴリース、ゴリースペシャルか。ゴリーって、ゴリーってテリーゴリー、ゴリーゲーロか、テリーゴリーじゃなくて変形バックブリーカーらしいです。ゴリースペシャルってバックブリーカーオイジアン選手いるんですが、ゴリースペシャルは言えなかったな。アルゼンチンはやってるんだけど、アルゼンチンやカナディアンは、あーこれジャベなんだ、ゴリースペシャルって。よくあの、わかんか、テリーゴリー、テリーゴリーゴディか、それゴリーじゃなくてゴディだ。それはゴリースペシャル、いい技じゃないですか。チャボゲーロジュニアじゃない、チャボゲーロですね。ゲレーロ一家のゴリーゲーロが元祖のゴリースペシャルですね。はい、では次行きましょう。11月21日、大阪府にやってきました。関西ですね。堺市大会です。金岡体育館っていうところですね。
米村天心対菅原信義。米村が先輩なんで、貫禄で勝っておりますが、さあどうなりますか。米村天心対菅原信義のシングルマッチです。ハーフボストン、2.9。バックドロップ。カバーに行きます。2.9。ヘッドロック、バックドロップ、カバーに行きます。米村 2.9 追い込みましたね。そしてチンロック、菅原。バックドロップじゃない、ブレインバスターだ。チンロックです。さあロープに振って、スクラップバス、スパインバスターみたいな感じ。おっと、なんだっけ、バックリップ、さあこれはどうだ。カウント2、バックブリーカー決めてからホールに行ったんですが、カウント2、逆さ抑え込み 2.9、 追い込んだが
おっと、ちょっとバテてますね、菅原。攻め疲れ？バックド、バックド、おっと、ホールに行けない。だが、米村は動けないが、フライングメイヤーで回避。コーナーポストから2位を叩き込む。おっと、カウント2、ファーストラブ気味に今投げましたね米村。一進一退の攻防、12分を過ぎております。スパイ2.9。 バックリップとブロックバスターの違いってなんだっけ、どっちがバック。おっと、自分で持ち上げて倒すのは何だっけ、カウンターと、カウンターと自分で持ち上げて倒すバージョンがあるんだよな、この技。さあ場外、逆さ抑え込み決まったか。 2.9、 まだ返す。バックドロップ、バック、さあそして投げる、ドープキック。菅原の方がまだ体力的余裕ありますね。バックブリーカー 2.9、 米村もた返します。ブレーンバスター決まった、カバーに行きます。3カウント、一進一退の攻防でしたが、結果的には先輩の米村が制しております。菅原いいですね。さあ、いよいよタイトル、次はタイトルマッチですね。なので、ロープチェックあり。こちらですね、 IWA 世界ヘビー級選手権試合となります。こちら、あの挑戦者の方から先に入場となりますので、本当は61分なんですが、61分がないんで60分で代用いたします。では、いきましょう。IWA、世界ヘビー級選手権試合、チャンピオンラッシャー木村にアレックス・スミルノフが挑みます。一本勝負です。まず、チャレンジャーアレックス・スミルノフが入場です。そしてチャンピオンが入場です。ラッシャー・木村、トルマッチがシングっていうのが意外な感じですね。まあテレビ中継持ってたら結構地方あるんですけど、
そして2位で叩き込む。ボディースラム。お、マンハッタンドロップですね。おっと、これはチョークが入ってます。レフェリー反則カウント。エルバータック、ゴツゴツした試合になってますね。グラウンドの攻防っていうよりは。ちょっと早くも荒れ気味の試合か。投げます。カバーに行きます。カウント1。ヘッドバット、そしてカバー。え、エルボーです。サイドバスター、カバーに行きます。カウント1。サイドバスター、カウント3。ハーフボストンですね。そしてボストンクラブです。バックドロップ。さあ、おっと、乱入が。これはジプシー・ジョーだ。ハーフボストン、おっと、椅子を持ち出したぞ、ジプシー・ジョー。おっと、ストマックに一撃。バックドロップ、食らってしまった。これがちょっとやっぱりいけませんね。木村に、チャンピオン木村に影響が。ヘッドバット、ダブルのブレーンバスター。ラリアット、そしてあとこれは関節だ。ジプシー・ジョーは去っていきます。ジャンピングパイルドライバーです。疲れが見えるラッシャー木村、追撃いけません。オッケル、今度はスミルノフがジャンピングパイルドライバーお返しです。カバーに行きます。2.9 危うし。ラッシャー木村。さあ、これ IWA 世界ヘビー級選手権タイトルマッチですが、ラリアットからカウント2。今度は再び
ジャンピングパイルドライバー、少ない技で組み立ててますね、両者とも。お、コーナーポストに上がって2を打つのか、2決まりました。 2ドロップ。お、何？あ、ブルドッキングヘッドロックだ。起き手炙り。そして関節。さあ、これ、耐えられるか、木村。レフェリー、ギブアップ。木村、ギブアップしませんね。して、青、ボストンクラブ。木村、得意のボストンクラブ。さあ、これは動けませんが、耐えます。スイングオフ。ちょっと終盤戦に入ってきた感じです。ブレーンバスター。さあ、たまらずスピンオフ場外へ。場外へ行く。場外戦かな。場外戦にもつれ込む。サイドバスター、マンハッタンドロップ。おっと、木を、板を出したと思ったら捨てた。お、これはちょっと、これリングアウト決着になりますよ。持ってきましたね、椅子を取り出すが、お、ついた椅子で。スミノフトマット3連発。大きはいつの間にか上がらなくなりました。フェードアウトしてました、このシリーズを途中から。そして、おっと、ちょっと足を滑らしたアレックス・ウィンオフ。ちょっと崩れていくんで、結構スタミナが切れているぞ。どうするんだ。さあ、これはラリアットか。ライアットだが踏み込めない。もう一回飛んで、ダブルをチョップかな。 2.9 スミ決まったと思ったんですけどね。スミオフ返します。パンチ。おっと、これは反則ですね。チョーク入ってます。死闘になっております。バックからパンチ。マンハッタンドープ。さあ、走りますが、2、タック。後ろから崩れ落ちる。反撃を与え、隙を与えません。カバーに行きます。スリーカウント。木村、敗れました。スミオ勝利。タイトルマッチを制しましたね。新王座となるわけですが、シーツでは、まあ、木村が防衛しているので、この世界はなかったことになってしまいます。ということで、今回はここまでとなります。1時間まだ経っていないし、微妙、短いですが、あとですね、11月25日岡山大会、27日、これはですね、千葉県千葉市公園体育館大会かな、千葉公園だったはず。この時に IWA 世界タッグ選手権試合が行われます。がドーベルマンがデータがないんで、これ見せられないんですよね。そして、最終戦は埼玉県深谷市体育館ですね。
次回でいよいよこの、デビリッシュファイトシリーズも、最終回ということになります。6回目ですか。はい、今回、1時間弱と短いですがここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。YouTube に、この Twitch で配信をお届けいたしました。 Twitch ぜひアカウントのフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー please。 アーカイブは2日後 YouTube にアップロードいたします。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。ディスライブアップロード My YouTube チャンネル2 days after My YouTube チャンネルサブスクライブド and good ボタン please。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひご訪問ください。アカウントのフォローおよびリポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX My アカウントビジット and フォロー please。アンドリポストアンドグッドボタンプリーズ、はい、ということで、国際プロレスのシリーズファイアプロレスリングワールドでお届けいたしました。次回、1980年デビリッシュファイトシリーズ最終回となります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。